皆さんはどんな天気が好きですか一般的に晴れを良い天気雨や曇りを悪い天気と言ったりしますので晴れが好きな人の方が多いかもしれません僕も晴れは大好きですでもどうでしょういくら晴れが好きでもこのような感じで1ヶ月晴れが続くとさすがに嬉しい気がしませんしこの季節であれば健康被害や水不足といったことが心配になりそうな気がします 一方で気が見える雨も1週間に1度程度ぐらいであればまあただこんな降り方をするとちょっと木曜日に学校行くのが嫌になりそうですがこれぐらいであればもしかすると恵みの雨として嬉しく思うかもしれませんですから何でもそうですがほどほどに晴れほどほどに雨といった天気でもほどほどといったものが理想ですですが時としてある場所で特定の天気が集中的に起こるようなことがあります これを異常気象などと呼んだりしますがこのようなとき大気では一体何が起きているのでしょうか今、ここ名古屋の天気が遠く離れたシンガポールやインドネシアの天気とつながっているというと皆さんはどう感じますかだからといって今、シンガポールで晴れているからここ名古屋でも晴れているということはありませんしインド洋で雨が降っているからといってこのように雨具を準備する必要もありません。ですが ある場所のある特定の天気の起こりやすさといったようなものはその近くだけでなくて遠く離れた場所の天気とつながっていることがあります例えば北陸地域では最近冬季にこうした雨や雪や曇りといったいわゆる悪い天気が大変増えてきていますそして降水量でいうと1980年代から約2倍ほど増えています そうしていろいろ調べてみるとそうした降水量の増加は遠く離れたインド洋の降水活動と密接な関係があることが分かってきました天気は皆さんが毎日感じたり見たりする大変身近なものです外に出て空を見上げれば毎日いろんな雲を見ることができますそうした近くの雲近くの天気を感じながら遠くの世界の天気を考えるちょっとロマンチックな気象学という世界に触れてみるのはいかがでしょうか